Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Someone asked me if aliens left something which is more than a map seen from the North Pole, and I say yes. And I would like, it's my pleasure that I can show you the science alien left on this Earth, such as Copernican theory and DNA language. This is a story about it in Japanese. 読者の方からですね、エイリアンはですね、地球の地図だけではないと、もっと他のものを残しているはずだと、というような質問がありましたので、私はイエスと答えました。その中の2つを今日は紹介したいと思います。1つは地動説なんですね。コペルニカン・テオリーですね。そしてもう1つは DNA ・ランゲージなんです。DNA 言語なんですね。で東洋医学というと皆さんは医学書と思っておられますけども、あれはもともと科学書なんですね。でその中に地動説が出てきます。でもう一つは八卦ですね。あれは皆さん占いだというふうに考えておられますけども、あれは占いではありません。 DNA 言語なんですね。その2つを今日は紹介したいと思います。最初に地動説、それから21分29秒後にエイリアンの残した DNA 言語についての説明をいたします。ご覧ください。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. In this video, I would like to talk to you a very holy story of gods. In Japanese, 1988年、今から24年ほど前に、私は一冊の本を書きました。目で見る漢方診断という本です。この本が決してインチキではないという証拠はですね、この本は現在でも古本のボロボロの古本でもですね、1万8000円から1万9000円で取引されています。東洋医学の世界では三大名著の一つと言われています。あえてその証拠を皆さんに前もってお見せしておきます。2013年5月21日現在の価格です。この本の中で私は皇帝のいわゆる、皇帝大慶の皇帝ですけどもの謎について書きました。その一節を今日は紹介したいと思います。もし私がここでシュメール つまりチグリス・ユーフラテス川を中心とするメソポタミア文明の神と、そして黄河流域に栄えた黄河文明の神がですね、同一神であると言ったら皆さんは驚かれると思います。しかし決して根拠のない話ではありません。これがシュメール人がいたところです。メソポタミア文明の生まれたところですね。こちら右の方がヤンシャオ、すなわちこの辺を、この辺りを、を中心として黄河文明が栄えました。左がディンギル、神を表します。シュメールです。右がテイ、皇帝のテイですね、表します。ディーと発音します。これからその一節を読ませていただきます。シュメール文化との符号。話は少しそれるが、皇帝が即位したとされる紀元前2600年前後には、アジア大陸の両端で同時に2つの文明が栄え始めていた。黄河流域のヤンシャオ文化とチグリス・ユーフラテス川流域の
シュメール文化である。このシュメール文化というのは、例の旧約聖書の母体となった数々の神話を生み出しているが、それらの中には例のアダムとイブに関する神話もあれば、またノアの洪水についての神話もある。そしてこのシュメールの文化圏には、くさび型文字というのがあって、その原型はすでに紀元前3000年には完成していたという。私は偶然自分の趣味からこのシュメールのくさび型文字で神を表す文字を知ることとなった。私は絵画が好きで、ある時期ミロのリトグラフを好んで収集したことがあるが、そのミロの絵画の中に決まって図2の左に示したような奇妙な記号があることを知り、その意味を調べた時のことである。実際にミロがシュメールのくさび型文字で神という意味があるのを知った上で、その記号を用いたかどうかはわからないが、ともかくもそれがシュメールのくさび型文字でいうところの神であることがわかった。私はこの文字が漢字の光に酷似しているのに驚いた。そして皇帝はひょっとしたら皇帝ではなかったのか、つまり光る帝ではなかったのかと直感した。この推理は間違っていた。光という意味の甲骨文字は図1に示すように、くさび型文字の神とは似ても似つかないものであることが分かったからである。しかし甲骨文字の帝、帝ですね、がくさび型文字の神に極めて酷似しているのが分かった。と言ってもこのことは私が最初に発見したのではなく、後にすでに何人かの研究者たちによって指摘されていたということが分かった。そして似ているのは文字の形と意味ばかりではなく、その発音まで似ているのである。ここにその両者を並べてみたので、読者諸子の目でそれを確かめていただきたい。これはただの単なる偶然なのであろうか。わかりやすく言えば、カインとアベルはアダムとイブの子孫、子供の神を表す文字と、中国の天使を表す文字とは、その形、意味、発音があまりにも似ているが、それはただ単なる偶然かということである。しかも偶然はこれだけではない。中国にもノアの大洪水に匹敵する洪水伝説が残されているのである。司馬遷の史記御帝本紀の次の下本紀ですね、下王朝第2には以下のようにある。かのうはなお文明と言い、うの父は紺で、紺の父が戦力、戦力の父が将尉、将尉の父が皇帝だから、うは皇帝の元孫、戦力の孫にあたる。うの祖父母の将尉と父の紺は帝位に上らず人心であった。帝行の行、春雨の行ですね、の時に洪水が天にはびこり、行の時代に洪水がはびこったということです。
高校として山を包み、陸に登り、民が困窮した。そしてその後、四季は長々とその洪水を治める過程を述べている。この中国全土を襲ったような大洪水は、言うまでもなくノア自身も体験しているのである。それも旧約聖書によれば、カインから7代後のノアがである。これもやはり偶然の一致なのであろうか。そしてさらに偶然の一致は続く。シュメールの神はディンギルと、その位を名前の前に持ってくる習わしであった。現在の英語でもそうであるが、東洋の中国ではこれとは反対に、何々帝とその位を名前の後に置くのが習わしである。ところがである、皇帝はともかくとして、その次の帝戦玉、帝国、帝魚、帝春、帝宇の5人は、位の帝をその名前の前に持ってきているのである。つまりこの5人はシュメール式の位の付け方をしているのである。これもやはり偶然だというのだろうか。さらに司馬遷の史記を詳しく読むと、この皇帝という人は絶えず移動して、都も決まった場所があるわけでなく、止まったところを兵営とし、周囲に軍兵を巡らして防衛したということからもわかるように、その生き様は中国的な農耕民族のそれというよりは、シュメールの遊牧民族の生き様に近いのである。皇帝の謎はこのように調べれば調べるほど尽きない。もちろん私には中国の神とシュメールの神が同一人物であったなどという荒唐無稽なことを断言するほどの勇気は持ち合わせていないし、これだけの事実でそう結論づけるのはあまりにも危険であることは十分承知している。しかしロマンを持つことは私にも許される。まさしく壮大なロマンである。そしてこのロマンゆえに、私は漢方の虜になり、皇帝大慶の虜になってしまったのである。読者の皆さんも、もし興味を持たれるようであれば、ここで私が述べたことを手がかりに、皇帝の謎に迫ってみてほしい。そしていつの日か皆さんとその壮大なロマンを共に語ることができればと願ってやまない。以上が私が1988年、今から25年前に書いた文章です。以来ずっとそのことを考えてまいりましたが、どうやらシュメールの神と中国、いわゆるヤンシャオですね、黄河文明を中心地にいました、まあ、現在の西安の近くですけども、神は同一ではなかったかという疑いはさらに濃厚になってきました。この先その証拠を集めてみたいと思います。つまり遠い昔、宇宙からやってきたエイリアンたちはシュメールの地で哲学を教え、中国の現在のですよ地で科学を教えたわけであります。続くビデオナンバー60を見ていただければ、皇帝大慶という書物が実は
自動説を唱えていたということを理解していただけると思います。なお前もって申し上げておきますが、皇帝大慶は医学書ということになっておりますが、それは中国で改ざんに改ざんを重ね、特に12世紀でしたか、記憶が曖昧で申し訳ありません、王彪という人がですね、医学書に書き改めてしまったわけであります。しかし皮肉なことに、それ以前に中国から日本にもたらされた皇帝大慶があります。それが京都の仁和寺に現在も保存されています。その皇帝大慶によると次のようになります。どうかビデオナンバー60をお楽しみください。
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. I have been solving a cipher left by aliens these few days, but I'm sorry I cannot solve it yet. Before that, I have to explain about a binary system of aliens in Japanese.今日は二進数について話したいと思います。これが韓国の国旗ですね。そしてその国旗には4つ の記号がついております。でこれは発見といいますか、フォーチューンテリングによればですね、4つの意味があるわけです。でこれが天を示すわけですね。でこれが地。そして、これが月。そしてこれが太陽を表すわけです。しかしエイリアンが残した何て言いますか、二進数はこんな単純なものではありません。そしてまたこんな占いのためではないんですね。それを今日は簡単に説明しておきます。でこれはエイリアンが残した記号ですけども、まさにエイリアンの記号ですね。人間が知るわけないんですから。上がマイナスを表します。日本でね、小さい棒日本でにマイナスです。そして下の長い棒がプラスを表すわけです。で、二進数に直しますと上が0、下が1になるわけですね。人間が使う数字に直しますと。そうしますと、この 6組で 1つを表すわけです。で、これが0なんですね。で、下が1になるわけです。こうして、00001というのはですね、そしてこういうふうに順番に、まさに二進数を表すわけですね。で八ケではこれ半分に分けますが、半分に分けちゃいけませんよ。それは後で説明します。0123456478を表すわけです。じゃあなぜこんなことをしたかですね。実は彼らは64、いわゆる64進数というんですかね、コンピューターで使う64ビットを使っているわけです。でどういうことかというとですね、例えば今ここに4つのパターンができるわけですね。4つのパターン、マイナスマイナス、右の方からね、プラスマイナスマイナス、プラスプラスプラス。で、これをですね、例えば記号でおきますと、右の方から AGCT となるわけです。A は必ず T とのみくっつくわけですね。C は G とのみくっつくんでしたかね。で、これを 6本を6縦にです、縦に6本を1組とするわけですね。ですから、これに分けますとですね、例はですね、AAA となるわけです。わかりますか？いわゆる000はね、AAA となるわけです。そして同じように今度はですね、これは AAA になりますから、次に今度はですね、AA、これで縦棒1本ですから、AA、今出てきますが、これ記号はですね、便宜上層をつけてるわけだけなんですよね。で、AAG になり、そしてその次が、これは二進数では0122になるわけですけども、2を表すのはですね AAC になるんですね。このようにこのなってますか、もともとエイリアンが残した二進数っていうのはこういう意味なんですね。で何をこれを表すかですけども、 AAT、AGA、AGG ってなるわけです。で2本ずつが1組になるわけです。ですから、ですからというか、2本ずつが1組になるわけですね。そして例えば AGT は右のように表せられる。TAA はまた同じように右のように表せると。実はこれ DNA 言語なんですね。AGT を使ってのはスタートという意味なんです。プログラム言語でね、例えば、C++言語なんかではスタートを表すですね。で、TAA はこれエンドを表すわけですね。フィニッシュですね。簡単に言えば。を表すわけです。で、これをですね、数字で書きますと、0123456478になっていくわけですけども、これで63までできるわけですけども、64進数になるわけです。すなわちですね、はっきり言うように、占いを示すような、はっきり言えばそんなバカげたことのためにね、エイリアンは二進数を人間に残したわけではありません。で、これもご存知のように、これは実は DNA の言語だったんです。で、もう少し複雑にしますと、こうなりまして、そしてですね、DNA 言語だったんですね。ですから、そんな単純なもん、例えば、
天地を習って、あのフォーチュンテリングね、いわゆる未来を習うためにその二進数を残したんじゃなくて、あのまあ韓国の人には大変申し訳ないんですけども、そんな単純なものではないということですね。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan, March 29th, 2013. Today I would like to talk about a cipher from aliens in Japanese. 皆さんこんにちは。あるところで私はこんな写真を撮ってきました。でこの写真を見てですね、まあ、これが 何を意味するかですけども、ただ単なる飾りのためにまあエイリアンがこんなものを作ったとは思われません。というのはこの表はですね、巨大なあの仏像になってるんですね。でまあそれはもうエイリアンが作ったということは証明できます。まあ、その裏にね、そういうその仏像のパターンが書いてあるわけです。ただ単なる飾りかどうかということですけども、飾りではないですね。よく見ますとですね、これあのそのいろんなあの人の顔てか、あの聖者の顔が書いてあるわけですけども、あの似た顔があのいくつかっていうか、まあ、パターンが決まってるんですね。でじゃあこれはただ単なるそのなんて言いますか、仏教的な、ね、儀式のためかっていうとそうでもない。なぜならばですね、よーく見ますとですね、まあというかこれをね、彼らがですね何の目的もなく作ったとはとても思えないわけです。でよく見ますと、この今点をつけたところの あの人ブッダたちはですね、みんな左側を見てるんです。あのいわゆるその方向を見てるわけです。中央を見てるっていうのも方向を見てる。で右側のそのブッダたちはみんな、あ左側のに今手をつけたところのブッダたちはみんな右側の方を見てるわけですね。ですから何か意味があると。ただあのなんていうかランダムに掘ったわけでない。でこの今点を打ったところのブッダたちはみんな正面を向いてると、まあ、そういうのことからこれは何か意味があるぞということを考えました。でまあ通あのエイリアンと言いますと、まあ、あちこちでも解いてきましたけど、二進数を使うんですね。01101100101111っていうふうにね、線っていうふうにこの二進数を使うんですね。ですからまあ二進数に着目するんですけども、顔だとかあの体のあの下はですね、絵が複雑なんですね。まあ、この両者を比べてみると分かると思いますけども、あの顔は同じなんですね。で下半身っていうかあの膝から下も同じなんですね。ところが一箇所違うんですね。喉のところを見てください。でこの二人はですね、同じようにこう左を見てるわけですけども、まあほとんど同じですけども、今度は下半身というか下の方がまあ同じかなという感じで、この 3つのパートに分かれるわけです。でそこでですね、この数字を表すものは何かということで、まあ、二進数ということで考えますと、当然この襟ですね、襟に私は着目したわけであります。上は1つは襟は1つですね、まあ、これは0を表すわけですね。で下は襟は2ですね、 2もあります。これは1を表すわけですね、まあ、ちょうど中央にありますから一番目につきやすいと。で顔はまた別の意味を持ってるんでしょうけども、私はこれを0と1、まあ、数字で言えば1と2で2枚ということになりました。そこでもう一つその、このエイリアンが彫ったらしいと思われるその石像の裏をですね、あの合わせてみますと、こういうこの数字が出てくるわけです。で何か意味がありそうだと。でただあちこちの破壊が進んでますからよく見えませんでした。でこの方式であのもう一度あの調べてみますと、221下の方ですね、221というような数字が出てくるわけですね。まあ二進数直すと0と1ということになります。まあ、ともかく1枚1枚1枚って出てくるわけですね。そこでもう一度ですね、まあ、もう一度というか、まあ、順にも何か関係性があるんじゃないのかなと思って見てるんですけども、まあ、あのそういう意味ではですね、エイリアンというのは意外と単純なところがあるんですね。あちこちの南米なんかでもその方向を示すのに非常に、まあ、簡単な方法というか、はっきり言えば人間を舐めているわけですよね。まあ、当時の人間は舐められっぱなしだったと思いますよ。まあ、あのともかくもそこでもう一度この像をですね、中央とそれからこう向かって右側の部分をですね、まあ、分かりやすいところ、破壊があまり進んでないところについて分析してみました。これは中央の一番のやや下の方ですね。でこう並べますとこう0と1ある1と2がこう並ぶわけですね。そしてこれを線でつなぎますと、これ不思議なことにつながるんですね。2だけがポツンとあるということはめったにないんです。ですから何か意味がありそうだということは分かってくる。今度はその、左今の向かって右側をチェックしてますと、やはり同じようにこうつながっていくんですね。
そこ一つこれなんで飛ばしたのかな、ともかくもそういうふうにこうつながっていくわけですね。わかりますか。こういうふうにこうつながっていくということで、まあ、暗号解き、これ短所についたばかりでありますけども、この先この暗号を解いてみたいと思います。暗号を解けましたら、この、絵がどこにあるかということを、また表の像がどうしてエイリアンに作られたかという理由をお話したいと思います。 Thank you very much for listening and see you again next time on video number 244. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. I would like to introduce you or show you the physical evidence of ETs. If you say no, then what else is this? In Japanese, 皆さんこんにちは。何度も取り上げてますけども、もう一度今日、銅鏡に書かれた地図を精査してみました。この銅鏡の、後で述べますが、あの地図はですね、立体彫りで直径は38ミリです。38ミリですよ。で、これが北極の地図と全く一致するんですね。似てるとか似てないとか、そのように見えるとかというレベルじゃないんです。全く同じなんです。調べれば調べるほど同じなんですから、どうしようもありませんね。ただ、銅鏡の方はですね、非常に黒い影の部分がありますね。これは氷だと私は理解しています。皆さんも納得なさることだと思います。まあ、このように、まあ、ざっと見てもですね、同じなんですね。同じものは同じになってどうしようもないんですね。ということは、この銅鏡の地図は地上3、4千キロから非常に、なってますか、まあ、人間が使うようなカメラと違った広角レンズを使って、撮影したと。あるいは四方八方から撮って立体写真にしたと、そのように考えられるわけであります。まあ、こうして見ていきますと、まあ、皆さん自身で判断してください。今こちら上の方がカナダ、アメリカのアラスカの方ですね。で、白いのがグリーンランドですけど、グリーンランドだけがですね、どうしても形が合わないんですね。で、まあ3000メートル級の雪に覆われてまして、地方も水面下に300メートルぐらい沈んでんだそうです。まあ、ここにこうして並べていきますと、いかに、まあ、なんて言いますか、この上の銅鏡の地図が精巧に作られているかということが分かると思います。ただ単なる大パーツというような大パーツのレベル、まあ、ありえないものですけども、レベルを超えてますね。このようにですね、海底の地形まで表現してあるんですよ、皆さん。それから、まあ、これがベリング海ですか、ベリング海、ここのところですね、まあ、順に見てください。ご自身で判断してください。Seeing is believing ですね。で、ここにですね、海底の地形まで表現してあるんです。これを皆さんどういうふうにお考えになりますか？わかりますか？それから、それだけじゃなくてですね、まあ、島も当然あります。で、ここに川もありますが、川まで表現してあるんですね。そしてこの町の湿地帯。ただ単なる地図じゃないんですよ。まさに立体写真なんですね。島と陸がつながっているのは氷が黒い氷がありますからね。この直径が38ミリだということです。現在この銅鏡はですね、ボストン美術館に所蔵されております。明治時代に日本から流出した長持山古墳でしたか、から出てるんですよね。まあ、このように銅鏡というのはですね、ただ単なる鏡ではありません。お祭り用のものでないことは、それは後にね、その大量生産するようになって意味もわからないでね、銅鐸と同じように作った人たちにとっては最上になったかもしれませんが、初期の今から1700年前後の前のね、1700年です、皆さん、前の銅鏡については、このようなしっかりとした意味を持ってるわけです。島もありますね。今島を照合しているところです。島の大きさ、形、位置も同じなんですよ。この湾、よく見てください。まあ、皆さん、あとどう判断なさるか、皆さんのご自由ですけども、これを見てですね、偶然の位置だとか、まあ、言ってる人がいたら、川の位置まで同じなんですよ。まあ、この黒い部分は氷なんですね。ですから、本来離れてるかもしれませんし、湾の中に悪く入り込んでますから、ちょっと分かりにくい部分があるかもしれません。まあ、順に見てください。ただグリーンランドではないました。
E.T. たちもグリーンランドまでは分からなかったのかなという、まあ、グリーンランドそのものがね、ひょっとしたら逆にですよ、このグリーンランドそのものは2000年前の、あの地球の本当の姿だったかもしれませんね。それは分かりません。あるいは氷を取り除いたらこのような形に見えるのかもしれません。それも分かりません。とにかくグリーンランドだけは苦労しましたです。この白い部分、額の白い部分ですね、あとはまあ皆さんご存知、この辺もね、あの島がいっぱいあって、間をこの氷が、あの色を描いてみると氷だってことが分かりましたですね。薄くブルーになりますから、あの明度を上げてみますと、陸地はあのグリーンのに残り、海の部分、氷の部分は薄いブルーになりましたですね。これで謎が解けました。さあ、あなた自身が今度は自分で精査なさる場合です。このちょっと注意してほしいのは、ここに大きな穴があるということですね。道橋はこれは陸でも何でもない、反対側にもありまして、ちょうど紐が通せるようになってるんですね。さあ、これがその道橋なんですけど、28の月が掘り込んであります。上が大きくて下が小さいですね。上が満月で下が新月です。28すなわち月の公転周期です。こんなことはね、宇宙から見てないと分かるはずがないんです。で、ここに点がちょっと目盛りがついてますね。これ数えましたら30なんですよね。30という数字が何であるかということは、まあ、1ヶ月の数字ということ、日数ということになるんですけどね。月の公転周期は 29.5 日ですからね、四捨五入にしますと30になるわけです。で、この30の、まあ、公転周期12倍数は360となるわけですね。すなわちね、これ太陽暦を使ってたことになるんですよ、皆さん。さらにこの周りに三角形がありますね。で、これを数えてみたんです。これ一体何だろうと。ところがこの数字がですね、117というね、実にわけのわからない数字が出てきたんです。117、何だろうってことですね。プラスマイナス1ってことは117でいいですけども、まあ、ひょっとしたらプラスマイナス1という数字です。これは 39×3 で 13×9 かなと思ってみたんですけども、そうでもない。卑弥呼の度胸の19とは意味が違うんですね。そこで調べてみましたら、水星の自転周期が 58.65 でですね、2倍数117なんですね。ですから私、まあ、ひょっとしたら、まあ、今までのことから考えてね、水星の公転周期じゃないかと思います。まあ、学者の先生は何て言ってるかというと、ここに書いてある通りなんですね。本当にお祭りが好きな人たちですね。宗教、ね、お祭りのための用具として機能を持ちて、何でもお祭りに従うんですね。はい。これだけ成功なものを見てもですね、お祭りになってしまうんですね。とても残念だと思います。皆さんのご判断はいかがでしょうか。それでは、バイ。